最近ですね、7MHz、あの、アマチュア無線バンド内に非常に強力のノイズが発生して、まあ、まともに更新もできない状況が、あの、続いています。 ただ、ここ数日ですね、電波、妨害はないんですけども、いわゆるパタパタノイズと言われるものだと思うんですけども、まあ、無線やってる方ならもね、その OTH レーダーとかパタパタノイズっていうのは、ま、聞いたことあると思うんですけども、それについていろいろ調べてみました。非常にね、あの、興味深い内容がわかりましたので、動画を作成いたしました。 でまあ、今回、7メガに出現しているレーダーノイズっていうのは、皆さんもそうだと思うんですけど、中国から飛んできてると思いますので、まあ、中国にフォーカスして、えー、その辺の画面を見ていきたいと思います。まずはですね、どんな音か、えー、と聞いていただきたいと思います。7メガヘルツにいつもいたんですけども、なぜか今日は6.8メガあたりにシフトをなぜかしているという状況。 OTH レーダーなんですけどもウィ p ペディアによるとですね、まあ、これはオーバー・ザ・ホライズンレーダーの略ですね OTH オーバー・ザ TH, ・ホライズンでこれはあのーまあ、水平線地平線より遠くを観測する、まあ、レーダーシステムですとこの OTH レーダー、まあ、一般的なレーダーというのはよくその船舶に使われたりその飛行機に乗ってるあのレーダーありますよね あれはあの、マイクロ波とか、高い周波数の電波なんですね。まあ、それを反射して、反射した時間とか、まあ、位相とかで、その距離を、えー、検出してるようですけども、高い周波数っていうのは可視光線に近い性格。まあ、直線性が、直進性が高いと、遠くが捉えることができませんということで、それに対してですね、OTH レーダーというのは、単波帯まあ、いわゆる HF 帯ですね。これを使った電波で、その地表、 えー、地表波や、まあ、上空波これはまあ電離層反射ですねでこれを利用して、えー、水平線よりも遠い観測を行うものですと、まあ、あのこの2種類があるということをまず覚えていただきたいと思いますでまあ今回我々アマチュア無線化があの影響を受けてるっていうのはその電離層の反射になりますのでこちらの上空波ってここではね上空波って書いてありますけどもその え、影響だと思います。まあ、グーグルで OTH レーダー検索するとですね、まあ、こういった形で巨大なアンテナがあ見れますけども、えー、先ほどあの、2種類あると、あの、言ったんですけども、一つはあの、電離層を反射する、説明しますが、バックスキャッターレーダーと言われるものです。で、もう一つは、 あと、地上波を使ったサーフェイスウェーブですね。これ、この2種類がありまして、バックスキャッターっていうのはこれ内陸部にあって、で、これは内モンゴルの方ですね。今回ですね、方角的にはこのバックスキャッタータイプのレーダーの電波を、電波がその、斜めメに侵入してるみたいです。で、もう一つはあの、こっちのサーフェイスウェーブ、まあ、表面波の えー、OTH なんですけどもこれのアンテナというのは、まあ、台湾の左側の中国大陸、えー、海岸沿いにアンテナがいくつかあってこちらの地上波とこちらの、えー、バックスキャッターってまあ散乱電池層を使ったタイプですねでこれを組み合わせて検出しているというようです。 今回その詳しくですね、結構なボリュームで説明しているサイトがそのグローバルセキュリティオルグまあ、ここ見に行くとですね、あの、さっきの2タイプあの、2つのタイプの、えー、OTH レーダー詳しく載ってます。で、最初まあそれを説明しながら、この画面を英語とその画面ですね、図を出しながらと説明しようと思ってたんですけども、やっぱりサイトの規定って言いますかね、著作権かなり厳しいこと書いてありまして、えー、その図面も、えー、文章もですね、 え、許可なく使ってはいけないということですので、まあ、この内容は見せずに概要として説明していきたいと思います。まあ、これぐらいなら大丈夫だと思うんですけども、そのグローバルセキュリティドット、えー、ドットコムではなくてドットオルグですか。オーバーザフライズンレーダー。これ2種類。これがあの、地、地表波、サーフェスウェイブレーダーとバックスキャッターレーまあここ参考文献ということでいろいろあるんですけど参考文献から見つけたとこなんですけど まあ中国語で書かれてありますこれはですね、えー、と出どころはのバイドゥコムから出したニュースデータみたいですこれがイメージですね送信これはの電離層になりますねこの説明というのはそのバ,ッバックスキャッタータイプあのレーダーですね電波を出して反射してでまた戻ってきたのを、えー、検出するとここに船があったりこう飛行機があるでこれを電磁層を反射した電波を跳ね返って 跳ね返った電波をまた電離層経由でこの受信アンテナで検出するというようなシステムです。これは電離層を反射したタイプですね。バックグローバルセキュリティドットオルグではあの名前としてはバックスキャッターレーダー、えー、日本語で言すと広報三乱レーダーというふうに説明が。 がありますので、ここ中国語でいろいろ書いてあるんですけども、グローバルセキュリティ t y c o m よりは、まあシンプルにまとまってますので、ここに書かれているのはですね、まあ一つはその電離層による、まあ単波の反射を利用して、えー、電波を遠くまで、あの、電波させて、やるレーダーというものと、えー、もう一つは地表波の,あの電波を使ったレーダーですね、この二種類のレーダーがあるというふうにここに書かれています。で、まあこの図っていうのは、 あの、この図はですね、えタイプとしては地表波の、えー、レーダーになります。レデン2層を使ったあの、方のアンテナというのはです、ね、この辺にあの、アンテナサイトが、送信所、受信所があります。これも後でちょっと見に行きたいと思うんですけども、まあ、こんな感じですよね。まあ、OTH のそのバックスキャッタータイプですか。これのあの、まあ、範囲というのは1000から 4000km。 をまあ、検知できると。でまあ、こういったシステムを持っているのは、中国とアメリカとロシアだけです。グローバルセキュリティ .org のサイトの中にある、この2種類のレーダーの情報、この内容に基づいて、え実際ですね、Google マップで、え場所を 見に行きたいと思います。で、まあこのちょっと内容はですね、えー、著作権の強化が必要ですので、まあ今回は、えー、カットしてやっていきたいと思います。Over the Horizon Surface Wave Radar HFSWR について見ていきたいと思います。今、あの、サイトから、あの、位置情報をコピーペーストしました。地図で検索するとですね、こんな形で位置がわかるんですけども、まずあの、全体の位置としてはですね、 ま、ここ日本ですね。ここ台湾。ここに送信アンテナがデータから持ってきました。で、これ拡大していくと、温州市。ここの下の方ですね。川のすぐ上です。で、今、こことここにあります。こちらが送信アンテナ。で、こっちが受信アンテナになります。情報によると、送信サイトは2つの送信機、それから2つのログペリアンテナですね。 で、受信側は、モノポールアンテナアレイということで、これ送信アンテナですね。一番拡大していったところが、こんな感じですけども、えー、アンテナが 123C。あと、ここにも 123C ですね。あのー、こちらがの送信アンテナ側です。で、対して受信の方っていうのは、ま、これですね。はい、まあ。アンテナアレイですよね。これね、ずっと、えー、見えると思います。 で同じくあの、表面波レーダー、えー、サーフェイスウェーブレーダーの、さっきは温州でしたけど、福建省の方の、えー、システム、二つ目のアンテナになります。えっ、ー、と、これがシステムの2ですね。今、打ち込んだのは送信所のアンテナですけども、ちょっとどこにあるかわからないんですけどね。あ、これ、これですよね。 これが、あの、送信アンテナですね。あの、さっきと同じように、えっ、ー、と、まあ、二つって言いますかね。これ4本、四、えー、本と4本があの見えると思います。と、これもですね、2つの送信機と、それから2つのログベリーアンテナというふうに書かれてありました。で、受信の方も、えー、同じくモノポールアンテナだそうですけども、これが受信アンテナだと思います。 こうやって見た場合に、送信アンテナと、あ送信アンテナと受信アンテナというのは、あの、本当に近いですよね。あの、このちょっとサーフェイスウェーブレーダーの送信アンテナ、受信アンテナはかなり近いところにあります。数キロぐらいですかね、離れてるの。まあ、これ、あの、アンテナはですね、送信アンテナというのは、その垂直変化を、えー、のアンテナによって、まあ、水平線上の、あの、に電波を、 あの、照射すると、と垂直変化ですね、いわゆるね。今、二つ目見てみましたんで、これが三つ目の、えー、システム3といわゆる表面波レーダーサーフェイスウェイブレーターですね。これも、えっ、ー、と、省にあるということで、見に行きます。 こ、まあ、ここにあるんで、このそばだと思います、ね。ちょっと割愛させていただきます。まあ全体像を見ますとですね、これ、もう本当台湾と目と鼻の先、本当に近いですね。えー、ということで、地層波レーダー、サーフェースウェイブレーダーっていうのはその、本当に台湾からすぐそばの海岸沿いにアンテナ、 送信アンテナ、それから受信のモノとモノポールアンテナあれがあるということがわかります。ちなみに、えー、試しにですね、中国版 Google マップで見に行ってみたいと思います。ちょっと今英語なんでこれ、中国語にきり替えて、で、その Google マップと同じものが、同じと言いますかね、似たようなものが、その、えー、中国のゥバイドゥ地図、 ででも、あのー、見れますのでバイドゥ,ディドゥ今中国語でピンで入れたんですけども、このスペルで入れてもいいですし、まあ日本語で100度地図、地図って入れても多分出てくると思います。で、これで、これをクリックすると、まあこういう風に出てきまして、で、ここにさっきあのちょっとコピペした位置情報を入れるんですけども、えー、っと、なぜか見れないと。残念ながら見れません。しかしながらでさっき、 見て、場所は大体分かってますので、温州市の下ですよね。えー、ちょっと見に行きたいと思います。で、実際に見れるかどうか。えー、っと、ここに温州市があって、まあ、川のそばって、ここですね。と、あ、ありましたね。はいはいはい。で、ここが川があって、温州市が上の方で、で、ここを、えっと、さらに拡大していきますと、中国はね、あの、いろんな規制とか厳しいと思うんですけども、アンテナサイトは、 なんと見ることができます。これがあの送信アンテナですね。これが受信アンテナ。えー、じゃあ試しにどこまで見れるか。えー、と、ポツンと一軒家みたいにこう見,見れます。まあ同じですね。解像度を。 同じぐらいで、同じですね。あの、Google マップとね。で、こんな感じで見れますんで、興味がありましたら、その中国の、中国版 Google マップでも、その、まあ、この軍事関連施設、設備見えるということで、中国版でありながら消されてはないんですね。 今の見たのはですね、台湾のそばの海岸べりの、えー、っとサーフェイスウェイブレーダー、地表波レーダーを見ましたけども、えー、今回我々はおそらくアムチャム線が妨害を受けている電磁層反射タイプですね。バックスキャッターレーダー OATHB を見ていきたいと思います。先ほどのサイトから OTHB、あのバッ,クバックスキャッター、えー、つまりはまあ電磁層を反射して やるタイプの、あのー、位置情報を持ってきて、固定してみました。で、地図にしてみると、これが、あの、全体を見てみると、あのー、中国の内陸部の方になります。送信アンテナ。これシステム1なんですけども、こう拡大すると、こう出てきます。これは、あの、電離層を反射するタイプの、えー、内陸部にある、 えー、送信アンテナ、まあ、サイト1のアンテナですね。これもちょっと拡大していくと、まあ、こういう形で、えー、影が映ってますけども、アンテナアレイのような感じで、えー、ログペリー、なんですかね。<coughs> うーん、まあ、こういうアンテナが、 あるということがわかります。幸福、幸福症、えー、なんていうもんですかね。まあ、先ほどのサイト1の送信機に、あ送信上送信アンテナに対する、その、えー、受信アンテナは、こちらの、まあ、こんなに離れ,て離れてますけども、えっ、ー、と、これが、あの、受信側、まあ、レシーバーって言いますかね、あの、サイト1の、まあ、電磁層反射、 するタイプの受信システムのアンテナサイトですね。これずっと拡大すると、まあ、こんな感じですね。日本から見ると、ちょっと西より下側ですね。同様にですね、今データを入力したのは、電離層を反射させるタイプ、バックスキャッタータイプのレーダーのサイト2の送信所です。これがですね、ちょっと、 はっきり見えないんですよね。さっき見たようなアンテナアレイが何回も調べてたんですけども、見当たらないですけども、まあこの辺のどっかにあるようです。ちょっとこれが、 それっぽいですけども、アンテナは見えないですよね。とまあ、砂漠地帯ね、みたいなとこに。まあ、このあたりのどこかっていうのは間違いないと思います。今のサイト2のあの、電離層を反射させるタイプの送信アンテナに対する、送信所に対する受信アンテナですね、これが。これはもう1が。 きっちり出ました。こんな感じで、かなりでかいですね。拡大しても、アンテナがどういうふうになってるのかっていうのはちょっとわからないですね。で、これをどんどんここ、あ、ここにありますね。内モンゴル。えー、っと、と、日本がここですから、もう、あの、西方向、えー、モンゴルの、 に近いところですね。本当に砂漠中、砂漠のような何にもないところに受信アンテナがあります。それであの、これがあの、バックスキャッター、電離層タイプの今、あの、サイト1、サイト2の、えー、送信機、受信機を 二つまで見たんですけど、二種類まで見たんですけど、で、サイト3っていうのが、あの、存在するようなんですけども、あの、まだ未定って言いますか、その当時未定だと思うんですけど、す、え、で、ー、に稼働してると思われます。なので、あの、正確な位置情報はちょっとわからないんですけども、グーグルを一生懸命調べれば、 あの似たようなアンテナ、だいたいこの辺に多分集まってると思いますので、探してみたら、あのー、面白いかと思います。まあ、電磁層は反射タイプということなんで、このバックスキャッタータイプのアンテナ、ここから電波がこっちに来てるということですね。ですから、我々、私たちアマチュア無線化が、 ノイズを受けて斜めが使えないっていうのは本当に、まあ、この、このあたりの電波が来てるんではないかと思います。と資料ではこっちの、こちらのその、表面波レーダーのアンテナと、ま、相互に使って、それからこれを含めると、ま、ほぼ全域って言いますかね、そのテリトリーの中を見れるというようなカバーエリアがあるようです。はい、ということで、あの、OTH レーダーまとめますと、 大きく二つのタイプに分かれますと。で、一つは電離層を反射するタイプと。もう一つは、あのー、地表波レーダー、えー、サーフェスウェーブレーダー。まあ、この二つがあって、斜め側に入ってきているのはおそらくその電離層を反射するタイプの、えー、バックスキャッターレーダー。これあのー、 内モンゴルとかですね、あの、内陸部にあるアンテナからの電波で我々が障害を受けてるというふうに、あの、想像できると思います。ご清聴ありがとうございます。